古座川地域っていうのはもともとすごく林業が盛んで、杉のきれいな林なんかがあるんですけれども、それと同時にミツバチの蜜源となるような雑木林がいっぱい残っているっていうのも特徴です。で、古座川の養蜂っていうのはゴーラって呼ばれるような木の幹をこうくり抜いた巣箱が非常に有名で、でいろんな人から古座川の養蜂ってね、伝統的なのが残ってるんでしょってよく言われるんですけれども、そうだねって言いながら、でも私の頭の中で伝統って何だろうなっていうのがずっと疑問に思っていたことでした。じゃあこのゴーラの巣箱っていつ頃から使われていて、あるいはどんな道具で使われてるんだろう、そんなことを考えながら調査をしてきました。伝統的というと、なんだかこう粗放的な養蜂が今でも行われているというイメージがあるようですけれども、もちろんそういう時代もあったわけですが、現在私が現地で実感したのは、ニホンミツバチを飼っていらっしゃる方は本当に蜂の生態をよくご存知で、季節に合わせた実に細やかなお世話もされている、そういう方々もいらっしゃるということでした。蜂のスタートっていうのは、やはり3月になって花が咲き始めて、巣の中が活性化し始めたら、そこから作業がスタートしますね。食べたカスとかもおといできますし、でそれの掃除、まずは掃除ですね。掃除してきれいになって状態が良くなると、蜂もどんどん活性化してきますし、花とか咲いてその材料が入ってくるようになると、花粉を運び始めて、で女王が働き蜂の卵を産むようになってきます。3月下旬ぐらいになると、女王蜂が次の女王の卵を産みます。そしたら2週間ぐらいで分蜂が始まります。あと分蜂が終わって、主の元の巣が傷まないように管理しながら見ていて、7月ぐらい、梅雨明けに蜂蜜の採取が始まります。1年目の4月に分蜂したやつの蜜は基本的に取りませんので、そのままにして2年目の蜜だけを採取するようにしております。採蜜にはね、やり方が1つ2つ3つで3種類ぐらいあって、で上向けて蜂を追い出して、蜂がいなくなったやつの蜜を取るのが1つと、横にして蜂を追い出して、で全部蜂が出てなくても避けながら切っていくという方向が2つ目と、で3つ目は僕らがやってる、その天井を開けて。下へ蜂を全部追い出してしまって蜜を取るっていう、そういう3つのやり方があります。主流はもう天井を開けてきれいにしてから、蜂が自然と出ていきますから、そこから蜜を取るっていうのが一番、巣に蜂が混ざったりとかしないんで、比較的きれいに蜜を取ることができるんです。その方法で蜜を取って、で巣を出してみたら分かるんですけど、巣の上は蜜で、20センチ過ぎたら子供の巣をつけてます。だから子供の巣を切り取って別の桶に戻して、で金串を刺して元へ戻します。そしたら蜂は子供の世話をするためによそへ飛んでいかなくて、その桶が何の履歴もない新しい桶で、1週間前に作った桶でもそこへはもう営巣活動をすぐ始めます。そこがこう戻してやるっていうのが、そういった履歴のある桶を作っていくっていうね、
そういう点においては優れてるんで、やはり履歴のある桶には次の年必ず飛んできて入るっていう利点もありますんでね、そういうふうな形で切った文法一群を逃がさないように努めて蜂の管理をしていっておるんですけどね。あったか、あったか。いけるか。よいしょ。隙間ちょっと作ってくれ。俺この方行くよ。よいしょ。まだ。え？上がっていいよね。これ。上でも見えたらええけどな、まあ、なかなかこれやったら上読みや。蓋してる分をこう切ってしまうわけです。蓋を取って中から蜜が出やすいような状態にしてあげる。なおかつここを切ったら真ん中で分かれてるんですよ、二つに。これでだからこの裏はまた別のものなんで、また裏も一緒に切って、切るのには丸にしても四角にしても横につけてる部分と天井につけてる部分の2箇所をつけてるんで、横につけてる分は平たいつくような棒で横の円を切るようにしてついて取ります。で、上の分は鍵になった分で中へ入れて天井と数を分離さすようにして切ります。で、結構上切るときは力いるんでね、力入れてガッと押し込んで切らないと切れないっていう部分もあります。で、まあ、天井を開けた場合はほとんどつくやつだけでこう蜜は採取できるようになってきます。そうですね、知り合いの鍛冶屋さんとかへ行って、まあ、自分の手の形とか見せてグリップ馴染むようにしてもらったりとか、あとはまあ木の国ですから、木のね、杉の棒状のもんで自分の手に負ったようなグリップを作ったりとか、そこらはね、いろいろ あります。蜜がつくんでね、私のは全部その鉄で全部グリップもね、蜜でベタベタになるんでね、基本的には。だからそういう形で作っております。どのぐらいから
僕そうだね、高校出てからずっと。あ、じゃあもう何年になりますかね。あの知り合いでからでも17、うん、53年ぐらいなんかな。うん、で普段はどういうものを主に作ってらっしゃいますか。普段ね、どういうものでも何もかも買うからね。だからその日何するって限らんね。だからまあ注文もうたら、クワ作ったりね、カマ作ったり、そしてあのまあ包丁作ったりね、あのみんなでこれステンレスしてくるとかね、みんなもう人その使う人の要望やみんな、うん、僕らわからんもん。そうそう、あの鉄にね、あの刃がね包んだんです。ほでそうしたのはもうあの折れぬくいん。前にこの硬い鋼ばっかりしてたらね、首みんな飛んでたやん。ほでもうそういうふうにしてくれちゅうから、もうそういうふうにやっぱり作ってくれちゅう人のようにしたらなあかんからね。僕は作らあのしやへんからね、うん、でもこれ曲がったんと平たいんと、こうやってあの飲みとか、あのこの飲みと、これはまあこうあのこれかな、こういうふうにつないでね、ここであのここでこうに曲げてするんやけどね、これはよ。で長さもいろいろあるんでしょ。長さはねこれの長いのもある、うん、その人によってね、みんないろいろ好き好きで、いろいろみんなその要望がみんなあるんで、もうそうみんな要望通りせなんだ、もう叱られるから、もうそんなあれけどあれこうできたらね、鍵屋さんで行ってきてよ。まだこの前作りやったで、ごめんなさい、恥ずかしい、笑われるけど、まだちょっと据えてみたいんやけど、ね、そう。もう墓は行きかかってからでも、ほら、ちょっと。松本さん、100分ぐらい忘れとると思うで。あ、そうだ。奥行ったらもう、丸太のゴーラばっかりや。あ、そうだ。やっぱり変なところへ上がっていくところに、あのゴーラ据えとる。ああ、そうやわ。もうほんまに、この年になって笑われるかもかや、あれを笑わんわ、元気な紹介だって言うわ、言うてんけど。これは桜の皮です、外側は。桜の皮を剥いだものを貼り合わせてます。で中は桜の皮がゴツゴツして、止まりがいいよね。また普通ツルツルもやったら滑るけども、これは滑らんでええって言うと、まあ、そこはまあ普通の板で。で、58年で製作になってます。まあ丸いやつをここで切って、ほんで別の板をここへくっつけただけやけどな。置いて、ずっとこうひっついたらからの、ええか。そのままどんどんついていって、上からもこうついていって、ほんで横から切って取る。残して取る場合もあるし、大体3枚ぐらい残すんやけど、で、切った、すぐ横からここから穴開けて釣るんです。でこれは餌やる時の、冬これいちいち起こすのかなんから、でもこれを横にしてこう立っとる時やけどね、で下からやると、そういうんです。もうゴーラのヘタってちょっとこうやろ、何枚もこうからつけてきたじゃろ、ゴーラの蜜の吸うよ、何枚もこうつけてきとんじゃろ、これらやったら7、8枚つけるんやわね、このぐらいの大きさやったら。それをあのまあ追い出してからになってから、隅っこの方からちっとずつちっとずつ取るんやわ、1枚1枚ずつね。ほんで全部取ってしまって、元に戻して鉢をこれ入れとく。
最初は半円に4部の板、4部から5部、5部あったらいいです。それを糸の子で半円に切って、寸法も自分で合わせて切って、そして外枠だけを留めれば大体出来上がってきて、あとは桜の皮を5月に皮を剥いてきて、でその皮を水につけて置いとくならいつでもできるし、そして生のうちに皮の甘皮を半分以上剥いで、そして反対に電柱へ巻きつけてゴムで、それを乾いてから半乾きになった後これに留めて、そして一番薄いベニヤをまだ上へ貼るんです。で貼って、それからこのフローリングっていうかな、床材のこんなビニールの糊のついたやつあります、それを貼って、ほんであと手持つとこだけを自分で糸のこで切って止めて、そしてこれはこの枠に合わせて網戸の網を貼ってるだけ、枠に合わせてね、ほんともう鉢逃げないから、まあそんだけやけどね。昔はこんなんじゃなくて、桜の皮の筒に、これぐらいの筒にして、あの入れてたんやけどね、圧死するん、あの鉢の量が多かったら。それで僕はこれ考えて、これでばっかし、だからそうやね、これ持ってる人は僕から鉢を教わった人間か友達かしかないと思います。チェーンソーでまずあのコアを中を抜くんですよ。中を抜いて、あと鉄の矢尻で年輪を削っていくと。削っていって30センチぐらいの中でそういうものを作って、あの甲羅を仕上げていくわけなんですよ。はい、まあ、あのそういう形で材料は思わすぎですね。桜とかもやるんですけども、桜はもう少し経ったら水分が飛んでしまったので、硬いもんですから遅延層でやっても火出るぐらいなんですよ。これは、まあ、80年以上経ってる杉の木なんですけど、まあ、あの平均今はあの60年ぐらいの木が多いんですよ。まあ、あの80年っていう年月に経ってる木はまあ少ないんですけど、大事としてはその木方がやっぱり長持ちがするんです。年数の経ってる分についてはまあ、いい材料だっていうことは間違いないんですけど、まあ、いい材料が必ずしもその鉢が好むっていうことには限りませんから、白立っていって40年ぐらいの年輪の粗いやつほど腐るのが早いんですけど、あの空気の通りがいいんで、鉢には好まれるんですよ。そうですね、一番これが元から2番ぐらいとか1番2番がもう材料としては適してるんですよ。で、まあ、あの上来るとあの細い分があったりするもんでね、あの適さない部分もあって、あのこの元の広い大きな木が好まれて、そういうやつで作るっていうのが、あの、まあ、この周辺 の、 あの主流の材はそうですね。焼くんですよね、バーナーでね。そうです、バーナーで焼いて、あの水でかけながらワイヤーブラシかけてて、結構ね、あの工程がまだ 2,3 工程まだやらなあかんのですよ。その点はやっぱりその時間と暇がかかりますけど、いいもん作りたいですからね。これはまあ来年山行くようになると思うんですけど、それまでに今年の冬にきっちり作って、シーズンオフに作って、あの来年山行くことになると思うんですけどね。
見事やね。ここが3つで、ここで、ここが子供の巣ね。させてもらうから。
はい、ですから、はい、この紀伊半島南部の小座川地域で、じゃあいつ頃からあの強羅と呼ばれる巣箱が使われてきたかっていうことに関しては、もう少し調査が必要だなって思っています。江戸時代になるとこの地域の用法を記した文献っていうのがもう複数出てきます。でその中で一番有名なのは日本三海名産図会というやつで、蜂蜜を生産する地域は諸国あるけれども熊野を第一とすと、この地域の養蜂がとてもすでに名高かったっていうことがわかります。で、挿絵には桶が巣箱として書かれていますが、この絵師は日本全国の名産を書いてましたから、実際に熊野の巣箱を見ていない可能性はあります。明治時代になると和歌山県の日本ミツバチの養蜂データがもう残っています。小座川のある東室郡については、古くから良質な蜜の産地であったとか、かつて伊藤という人物が桶ではなくて木の幹の根っこの部分を巣箱にしてみたら非常に良い蜜が取れたとか、強羅のルーツかなとも言えるような伝承も記載されています。そして東室郡史という本によると、和歌山県の農会が明治36年に専門技師を置いたということも記載されています。そして箱タイプの改良巣箱を奨励して、この地域でも丸太の木道ではなくてその改良箱で養蜂を行った時期もあるそうなんです。でも蜂蜜の収量が少なくて蜜蜂の投去が多くてうまくいかなかったそうです。そういう時期も経てまた丸太の強羅に戻っていったんでしょう。で、あとまあ今回ずっと見てきて面白いなと思ったのは、伝統って私たちこう軽く言っちゃうんですけれども、その伝統っていうのは全然変わらないものじゃなくって、あの地域では強羅の巣箱っていうのが一つあのどっしりとあるんですけれども、でも採蜜の方法も巣箱の形やいろんな道具類も野生のミツバチに気に入られるように気を使いながら、そして人間の方にも使いやすいように少しずつ工夫したり改良したり変わってきた部分もあるということです。ミツバチとの駆け引きのようなものも楽しみながら、道具作りも楽しみながら、こうして伝統も変化していくのかもしれません。